はい、どうも、カースマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました、塩風さん。お相手のパーティーはエルフーン、バングラス、ドリューズ、カットロトム、ウオノラゴン、シャンデラと。どうしようね、これね。バングラス、ドリューズっていう並びが辛いんですよね。そうするとだな、これ非常に辛いや。コータス行くか。ギャラドス、いや、バルジーナマシェードな。はい、これでいきましょう。これコビハネルやるか。どんなタイプなのか。挑発、身代わり型とかマジやめてほしい。追い風、何、気持ち悪いな、このエルフン。挑発、追い風とか何なんだこれ。ウオノラゴンか、なるほど。ウオノラゴンね、どうすることもできないよこれね。どうしよう、飛び跳ねるか。エラ神連発だろ、おそらく。半年でもこれすんげえ効くんでね。こかしすぎるよ、ほんと。どうしよっかな。マシェードぶん投げるしかねえや。このパーティー、欠陥だな。ちょっと色違いの。その巨大マックスのリザードンを使いたいんだけど、今環境に刺さってないわ。これ最後がウォッシュロトムだったら負けなんだよね。キノコ放出するか。エラガミ放出。うわー最悪。まあ結果眠ったからいいけど、すでに眠っている。力吸い取っちゃうか。じゃあグーグー眠っている。しょうがないねこれね。追い風やんぬ。じゃあムーホで二角取ってるっしょ。まだ眠っててくださいね。目覚ます。エラナミムーンホース、オッケーでしょう。さあドリューズ、型破り、これキノコ放出するか。
アイアンヘッド、これ死ぬよな、しょうがない。バルジーナ、これね、岩技型破りだもんな。鉄壁積んだ方がいいか、鉄壁だな。角ドリルは知らん。オッケー、これ岩技がどのぐらい、ちょっと俺バルジーナのね、耐久を、バルジーナの耐久がどのぐらいかわかんないんですよね。ちょっと頼む。まあ次耐えられるか、耐えられるっちゃ耐えられるな。鉄壁、砂溜めがきつい、跳ねやすね。岩技、これ急所に当たんなければ耐えられる。あっぶねえな。しかし もう一回跳ねやすみで大ロック、で、跳ね休め、OK。これきついよな。じゃあこっちももういいや、角ドリル打たれる可能性あるから、ダイアークでやるしかない。こっちも、ダイマックスをして、ちょっとパーティー考えていきますわ。いつも使ってるねリザードン軸と違うんですよ今回。結構難しい、このパーティーがまだちょっと扱えてないんだよね俺。アイアンヘッド、オッケー、殴ってきてくれた。ダイアークいける、なんとかいけるか。ダイアーク3発でいけるねこれ。ダイアーク降参、はい、対戦ありがとうございました。アップね。いや巨大マックス色違いストリンガー、ストリンダーと巨大マックス、なんだろう、色違いリザードンを使いたかったんですけど、環境に刺さってなさすぎて選出できないっていう、なんかもうとんでもない、すいません、ちょっとしょっぱい試合して、すいません、ゴミみたいな試合でした。まあでも一応勝利したということで、勝利のドリンクコーナー、今回は、勝利のファンタレモンマルチビタミン1日分ビタミン C レモン80個分配合を飲みたいと思います。このプシュッって音ね。じゃあ入れゲース。あーうまいわ。いやーほんと24時間勤務っていうのは本当に体に応えますわな。しかし、明日私あのね健康診断だから、ちょっと夜暴飲暴食できないんですけど、この毎回このポケモンバトルの動画を撮ったら、タケノコの砂糖3つ、ポテトチップスの海苔塩マヨネーズを2袋で、甘い炭酸のジュースを1リットル飲む、その前に牛丼を食べるんですけど、本当にこんな生活したらいつか死ぬなって思うんですよね。はい、まあそうですね。首里少女くたばれ。